怒ってます。というかがっかりしてます。皆さんは学校の先生に絵が下手って言われたことがありますか？あるならばそのシチュエーションを教えてください。そして学校にそんなしょうもない先生がいる人はこの動画のコメント欄を見せてやってください。そう思ったのもこの間のピンクの絵の動画にこんなコメントが来てたからです。図工の授業でピンクの海を描いたらピンクの海は存在しませんと書き直させられたのがトラウマです。ふざけんなよと。他にも来てました。ピンクの海を描いたら男の子から暴言を吐かれ、先生に言ったらピンクの海なんてないよと言われました。あとはね、学校の先生に下手って言われた自信がなくなりました。実は今までもめちゃくちゃ来てるんだよ。見てるか先生たち。あとは大人たち、あんたらのつまらない現実を子供たちに押し付けんじゃないよ。そして才能を潰さずに育ててくれよ。絵が下手とか汚いとか言う人の心が一番汚いからな。そう言ってやめるならそれまでだって思うかもしれない。それはでも割ともう高校生ぐらいからだよ。小中学生時代で先生のせいで絵が嫌いになったって人ほん本当にめちゃくちゃいるからな。子供たちには無限の可能性があって、そしてそれを楽しく表現したものをしょうもない凝り固まった大人の考えで否定してやる気の炎を消すなんてことはね、許されないわけですよ。クジラには慈愛っていう意味があります。慈愛を忘れずに行きましょうよ。